チャオ、あちゃんです。今日8月の10日、あちゃんちの晩ご飯、炊き込みご飯しようかなと思って、ちょっとね、変わった炊き込みご飯にしようと思って、焼きサバご飯にしようと思ってるけどね。まずご飯炊きます。ご飯3合、取ります。はい、軽くね、水さしたら10回だけね、あっちゃいくんですよ。これがあるので、ジャーッと水入れたらすぐに捨てます。一回さーっと、で、OK、でここにね、お酒を3合やからね、大さじ1ぐらい、みりんも大さじ1ぐらい、1合でね、小さじ1ぐらいかな、大体ね。でお醤油も大さじ1ぐらい、これで OK。 で、これにね、水をね、3合だから3合の口まで、これぐらい、ここにね、大根を適当に、全部いこうか、多いかな、多いな、なんでは。で、人参、それと、ね、サバはまた後で入れます。このままね、炊きますよね、これを。ちょっと待ってね、揚げさん、チーズ入れてくる。これをね、ちょっとね、油抜きします。油抜き終わったら、ちょっとね、炙ります。
こで油揚げを切りましょう。ちょっと香ばしさ出した方がね、美味しいんでね。これもいい。これで炊きます。手で炊いていきます。サバ、この前ね、なんかの動画でサバサバク動画、人生初サバサバキ動画で、サバいたサバ、全然臭くがない、臭くがない、ちゃう、臭くない、日本語を間違えてる。これ皮むいた方のサバね。こっち皮むいてへん方のサバね。サバってあんまり熟成するとね、あんまり怖いよね、青魚っていうのは。だから生では絶対熟成食べへんけど、こういうね、焼き物でちょっと熟成してもね、美味しいんでね、大丈夫です。サバ、青魚ね、熟成するのが旨味が出るんで。で、ここにね、塩、これでいいね。こっちの麺だけで、で、こういう感じね。こういう感じで、こっちもこういう感じで、じゃあ塩ね、してみましょう。で、これをね、焼きます。片面5分ずつぐらいかな。まあ、しっとり焼きましょう。裏返して3分から5分ぐらい焼きます。さば、ちょっと焦げる、これぐらいがちょうどいい、焦がさないと。はい、ご飯が炊けたらね、お釜ちゃんを開けてこんな感じで、ここにね、サバ、この骨取ったのにサバをここに入れて、で、ほぐしましょう。こう、魚をね、切るようにほぐしていきます。焼きサバ炊き込みご飯、焼きサバご飯、美味しそう。これでね、混ぜたらね、ちょっと蒸らしましょう。一緒に蒸さないとこ。今ね、もう一品作ろう。から。一緒に蒸さないしていきます。最後にね、ごま油を軽く回しかけて絡めます。ごま油はあんまり熱入れたら傷んじゃうんでね、味付けに飛んじゃうんで、最後に、で、最後に、最後のが、ここに欲しいのが、準備しとけばよかった。ガスケッパー、 OK、 完成です。はい、完成。食べましょう。